皆様こんばんは。キーレイジャズプレゼンツ第49回キーレイミーティングのお時間がやってまいりました。今夜も皆様のお相手はピアニストの成田玲、ベースの桜です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、9月になりましたけども、今日は9月の2日ですか。はいはい、9月になってしまいました。皆さん後半戦ですね。そうですね。はい、なんか9月になったら急に涼しくなりましたね。ね、寒くなりましたよね、うん、皆さん体調などねぜひ気をつけて過ごしていただきたいんですけども、先輩はいかがですか。9月になりましたけども。なりましたね。はい、近況報告などいかがですか。大してないんですけど、まあ暑い夏が終わり、はい、ちょっと涼しくなるのが早いかなっていう気はねしますけどね、うんうんうん、僕は割と暑いのが好きなので、ちょっと今もうすでに寒いなって思ってます。うん、私も夏のが好きですね。うん、うん、寒いともう何もする気起きないですね。そうなんですよ。うん、わかります、すごい。そこは共通してますね。うん、冬のが好きとか言う人いるじゃないですか、はい、あれ謎じゃないですか。どういうこと？僕からしたら信じられないですね。珍しく意見が合ってますね。珍しいですね、こんな意見が一致するなんて、ね、あれどういうことなんですか ね、 ね、寒いとやる気が出んの。意味わかんなくないですか。そこまで言うこともないけどさ。だいぶ今敵に回してますけど、ね、大丈夫かな、うん、冬が好きな人をね。ね、そうです、うん、まあなんかイベントが多いっていうのはありますよね。それが好きなのかな、冬のイベント。うん、クリスマスとかさ、なるほどね、お正月とか、はいはい、が好きみたいなこと。うーん、寒いの自体が好きなの。やっぱり暑いの嫌いっていう人多いですよね、温度的なところで。あの代謝が低いんですよね私。あ、なんでみんなにとっての暑いは私にとってのあったかいぐらいなんですよ。あ、うんうん、でなんかみんなにとっての涼しいはもう寒いじゃないですか。あ、そうですね、うん、だから、エアコンの設定温度で喧嘩になるっていうね。あ、まあ、喧嘩までいかないですけど意見が一致しないっていう、ね、うん、そういうのはあったりしますよね。私だって普通にみんなが半袖着てんのに長袖着てたりするからね。うんうんうん、確かに、うん、だってあのインドネシアにいる時もね普通に長袖着てましたよね。それは頭おかしくないですか。長袖着てました。長袖だっけ。なんかすごい、あ、タイツ履いてなかった。タイツは衣装ですよ。生足が。それにしてもよくあのクソ暑いステージの上でタイツ履けるなと思った記憶がある。生足はきついので衣装はしょうがないですよ。すごい暑かったですもんね。すごい暑いですね、うん、まあ、ジメジメしてますからね、うんうん、そう、いい、すごい楽しかった思い出ですね、うん、ですね、うん、近況報告はないんですか。そうですね、まあ、CD をねリリースしたので、はい、その事務作業というか地味な作業ばっかりやってましたね、うんうん、おめでとうございます。発売ありがとうございます。8月25日ですよね。そうですね、うんうん、知らない方のために、はい、8月25日に The Color of Soundscape 2021という、僕の成田玲個人名義では4枚目の CD が発売されました。 Amazon 等ね、ネットショッピングとか、あと CD ショップでも注文すれば購入可能ですので、ぜひ、まだお持ちでない方は聞いてみてください。はい、ぜひ。おめでとうございます。ありがとうございます。あのミュージックビデオがYouTube に上がってる。そうそうそうなんですよ。この間ね、生配信の方で少し紹介したと思うんですけど、その後フルサイズの、ミュージックビデオが1本アップされていますので、ぜひそちらも見ていただけたらと思います、うんうん、ぜひ。すごい綺麗でしたね。そうね、朝焼けね、うん、本当偶然というか、まあ、たまたまだったんですよね。あんなに朝焼けが出ると思ってなかったので、うんうん、すごい色でした。そうね、空の色
で僕普段からあの朝焼けを、まあ、どっか行った時とかに朝焼けが取れないものかといつもあの頑張ってスタンバってるんですけど、日の出時間に、うん、だいたい無理なんですよ。朝焼けってだから珍しいんですよね。うん、夕焼けの方がまだなんか多いような気がする、うんうんうん、確率的には、うん、すごいあの綺麗なんで、ぜひ皆さんね見ていただいて、はい、感想などお便りいただければなと思います、はいはい、そんな桜井さんも CD をね、はい、発売して、先輩の CD 発売の2日後、うん、8月27日ですね、はい、発売しました。舞台の初日だったんですよ、ね、延期になった。そうですよねそこでね発売する予定でしたもんね。さあ本当は8月の7に延期になったライブで発売する予定だった。あ、そっか、そう2回、そうで8月27は発売はしない予定だったんですけど、はいはい、もう本当に延期になったのがショックすぎて、うん、2回も延期になってるんでライブが。そうですね、そうでなんかちょっとでも明るい話題を皆さんにお届けしたいということ、皆さんと自分たちにね、うんうんうん、ちょっとお届けしたいということで、もう舞台の初日だった日に CD を発売することになりました、うん、しました。もうなんかやってらんないですよねそういうことでもしないと明るい話題をこう提供していかないとお客さんも私たちももうやってられないので。そうですね、結構その CD の発売でそういうことが起きるとね、めげますよね、うん、めげますよ、ね、せっかくこう作ったものをお披露目しようと思った時に、うん、それがなくなってしまうとね。そうなんです、僕はあの1枚目がそうだったんですよ。あ、どうしたんですか。あの1枚目の時に、うん、2011年の3月16日にあのリリースしたんですけど、ちょうどあの地震の、はいはい、3月11日のね地震の時であの流通が全部ストップしてしまったんですね。はいはいはい、はい、そうだから最初入ってたその、まあ、イニシャルっていうんですけど最初のね発注も全部止まってしまい、その後あのアマゾンの倉庫もねあの、うんうん、ちょっと被害に遭われてしまって、うんうん、もうしばらくそこからあの CD が販売できなくなってしまって、うん、そんなことがありましたね、うん、すごいタイミングでしたねそれは、うん、そうでよくよく考えてみたらあれからちょうど10年なんだなと思って、うん、そうあれからちょうど10年なんですよね。今年10年ですもんね。そうですね、うんうん、あれですよ、桜バンド結成して10年ですよ。お、同じじゃないですか。そうちょうど10年なんですよね。年2でしか活動してないんですけどねライブを年2回やるっていうのが、いやでも僕より多いぐらいです多分ねもっとしてください先輩は。もっとしてくださいあれ10年で何枚の CD をリリースされたんですか。10年で桜バンド愉快名義では3枚ですね、うん、3枚でも私が曲書くようになってからは5枚目ですね。お、じゃあ僕負けてるじゃないですかそれだから曲数とかもあるからさまあ勝ち負けの問題ではないと思うんですよ。今日2曲かけるってどうですか。あ、いいですよ、先輩の曲と私の曲を2曲かけるってどうですか、うん、はい、いいですね、うん、あ、じゃあ桜井さんの曲からいきましょう。はい、じゃあ何でしょうかな。あ、じゃあ新しいアルバムから、うん、先輩との落差があったら面白いと思うのでどうしようかな。じゃあ桜バンド愉快ニューアルバム暇の中から私は私のチューナーをちょっとかけさせていただきたいと思います。私のチューナー楽器を出して初めて気づく私のチューナー高いの買ってもダメ安いの買ってもダメ結局いつもなくなるの硬いの買ってもダメ
柔らかいの買ってもダメ、あなたはどこへ。私のチューナー、どうするか考えるべきね、私のチューニング。今まで育ててきた、培ってきたものを全力で駆使するの。めっちゃピアノを聴く、とにかくピアノを聴く、すこぶるピアノ聴く。はい、ありがとうございました。私のチューナー聞いていただきました、はい、ミュージシャンとか弦楽器やってる人は、はい、分かってもらえると思うんですよ。そうですね、チューナーってなんかね、うんうん、アンプの上に置いてきたりね、うん、なんかどっか行っちゃったり、なんかしまい同じとこにしまえばいいんですけど、うん、ペッてその辺になんか入れたりしてどっか行っちゃったりするんですよね。そう、よく置かれているのをね見ますね、うんうん、前の人の忘れ物とか、はいはいはい、うん、そうそうなんですよ。なんか高いのとかもなくしますからね高いのも安いのもなくしますから、うん、なんか置き方とかそのボードに組んであったりとかしたらなくならないと思うんですけど、そうですね、なんかちょっとシールド刺すやつとかだと、うん、もうアンプの上に置いてくるっていう率がすごい高いと思います。あ、もう無駄に 1U のやつにするしかないですね。え、 1U って何？ラックのやつ邪魔そこまでやったら忘れないだろうそこまでやったら忘れないし、ライブハウスも迷惑だよね、それ忘れられたら本気の、そう毎回そのラックを持ってきて、それ何ですかって、あ、チューナーですそれいいですね、それ忘れないですね。こいつどんだけ、そう、どんだけ本気なんだっていうチューニングに対してすごい本気っていうね。さすがにラックは忘れないだろう。さすがにラックは忘れないですね、うんうん、それしかないですねそうですね、それ、うん、歌詞に入れたかったななんで言ってくれなかったんですか。じゃあアンサーソングを、うん、アンサーソング、ラックに、うん、ラックにするべきみたいな、そうそうラックにしようみたいな、いいですね、うん、ね、はい、はい、いや素晴らしい曲でした。ありがとうございます。なんとも懐かしいというかね、馴染みのある感じでね、はい、はい、なんでぜひ皆さんベースで売っておりますので、うん、ベースで桜バンドって入れていただけると出てきますので、もしよろしければ他にあと5曲入ってますのでよろしくお願いします。はい、
はい、他の曲もね、あの素晴らしい楽曲がたくさんありますので、またね、はい、キーレンミーティングの中でも紹介したいと思います。嬉しいです、ありがとうございます。はい、じゃあ先輩の曲いきましょうちょっとラックさすごいけどねやりづらじゃあなんかラックさがすごすぎたこれ自分が先の方が良かったな。これ、ね、絶対自分先の方が良かったよ。ラックさやばいよ。ここでさ、普通になんか真面目になんか流してもちょっと変な感じじゃん。いや、それ先輩が悪いわけじゃないからね。こっちが異質なだけだからね。先にしときゃよかったな。じゃあ、はい、僕の方はですね、まだキーレイミーティングの中では紹介してない曲が1曲ありますので、そちらにしたいと思います。はい、成田玲、ブルックリンブリッジ。
はい、ありがとうございました。ブルックリンブリッジ聴いていただきました。すごい美しい曲で、ありがとうございます。私の曲との落差がやばいなと思いました。落差がね、どっちがどうってことじゃないんだけど、はい、違いがね、違いがすごすぎて、違いがありますね、はい、違いがある、そうそう違いがありすぎてもうすごいかったですよね。もう多分聞いてる方もどんな気持ちで聞いたらええんやと多分思ってたと思います。そうですね、それぞれ別のものだと思って聞いていただけるといいかもしれないですね。和食と洋食とか、そうです ね、はい、中華とカレーとか全然違うものだと思って聞いてもらえれば。そうですね、うん、はい、まあ、でも2曲はねお得なんじゃないでしょうか。2曲聴けるのは ね、 そうですね、お得でしょ、うん、はい、だからまたやりましょう。音楽好きの方がね、そうですね、多いと思うので、うん、はい、また曲をかけていきたいと思います。はい、前回のキーレイミーティングが生配信だったんですけども、はい、皆さんたくさんのねコメントとスパチャの方を、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？今回結構準備が大変で、大変でというか、はいはい、準備にすごい時間をかけて、うんうん、一応2カメカメラ2台体制にして、うんうん、パソコンも結局何台使ったのかな、 3,4 台ぐらい使っていろいろ実はやっていたんですけど、まあ、あとね、照明の設定もスマホでやったりね、パリピ、そうそう、いやだからあそこまでこういろいろ配信のことをやるようになると、はい、やっぱり配信部屋って欲しくなりますよね。配信部屋今結構みんな持ってるじゃないですか。そう、わざわざそのためにアパートの一室を借りたりとか、はいはいはい、うん、やっぱり結構ね準備と後片付けに時間がかかって、うん、ライブ一本やったのとはあんま変わんないぐらいの、そうそう、時間がかかったので、なんかああいう配信専用の部屋ってあったらいいなってちょっと思ったりもしました。うん、うん、そうなんですね。そうだからちゃんと準備する人だからですよね、きっと。私みたいになんか画質の荒いパソコンのカメラでやってウクレレ1本持ってペロペロみたいな感じじゃないからですよね。まあ、僕の場合動機があったから、どっちにしてもね、うん、そっちのパソコンと配信用のパソコンといろいろ分けたりミキサーかましたりしなきゃいけなかったんで、うん、まあ、それもあるんですけど、うん、なるほど。演奏するスタイルはやっぱり、うん、皆さん喜んでもらえますね。そうですね、うん、だからいつかねもうちょっと落ち着いたら、うん、同じところから、そうですね、先輩のスタジオから私もベース弾きながら参加してるみたいなね、そうですね、そういう図が、うん、をお見せできるといいかなと思ってるんですけど、もうね、いい加減セッションをねしたいですよね。そう、一人ずつじゃなくて人とね、うん、演奏するっていう機会が本当にレアになったから。本当ですね。だって本当にレアですよ、うん、ライブだって月に1本2本とかになっちゃったし、うんうんうん、そうなんですよね、うん、なんかスタジオで、まあ、例えばね大会山の授業の時みたいに、うんうん、こう本番じゃなくても人とこうセッションするみたいな機会が本当なくなりましたよね、うんうんうん、確かにやばいですよこれなまりますよ本当に、ね、なんでね早くねセッションできる世界が来るといいと思うんですけど、うんうん、ね、もうちょっとね我慢しましょう、はい、そうですね、我慢の時ですね、はい、もうしばらくそうですね、はい、はい、まあ次回はねまた、はい、このペースでいったら10月ぐらいですか、はい、にやりたいですね。そうですね、うん、そうそう、キーレイミーティングが始まった日っていつか知ってます？いつですか？知らないんですけど、すごいですよね。ってか世のリーダーって思うんですけど、何々が始まった日とかを覚えてるんですよ。すごくないですか？じゃあ私の周りみんなそうだろ、先輩もそうだし、うん、はるかさんもそうだし、岩さんもウクレレ音楽院の相方もそうだし、うんうん、ウクレレ音楽院は去年の何月何日が初放送なんでみたいなこと言い出すんですよ、うんうん、なんて覚えてるの？桜バンドは始まった日とか覚えてないんだけど誰も覚えてない。誰も覚えてない。そう、私が覚えてるから誰も覚えてないの。いつっすか？じゃあ当てずっぽうで。あららら、当てちゃっていいんですか？いいですよ。
桜井さんですから当たりますよ。俺はね覚えてますからね、うん、記憶力の桜井って言われてるんで。そうそう、だいたいコロナでこうなってからなんで、でしょ？違います。いい予想でしょ？違います。え、違うっけ？コロナでこうなってからじゃなかったでしたっけ？キーデイミーティング始まったの。ひどい、そこからずれてる。ちょっと待って、その前でしたっけ？あ、違う、最初はだってスタジオで撮ってたんですよね。そうですよ、そうそう、最初はスタジオで撮ってて、うん、初回は私と先輩2人でしたっけ？そうですね。な、夏とかじゃったんじゃないですか。ざっくりざっくりしてんな。ざっくり夏ですか、ざっくり冬ですか。ですね、もう答えが出なさそうなので、はい、キーデイミーティングはですね2019年の10月10日に始まったんですよ。そうなんですか、初めて知りましたけども。わかりやすいじゃないですか、10月10日、うん、そう、わかりやすい。だから2歳になるんですよ。あ、2年もやってるのか。そうですよ、マジで。まだ1年ぐらいかと思ってた。これ2年もやってるの。2年もやってるんですよ。もうすごいですね。すごいですよね。ね、よく続きますね、うん、2年もやってんだこれ。そろそろ回数で言ったらね50回を迎える感じ で、ね、50回迎えます。期間としては2年を迎えそうな感じですけど、はい、やっぱでも続けていくにつれ聞いてくださってる方のが増えてる印象がありますけどね、うんうん、いや、わかんないですよ。わかんないです、レンタロさんしか聞いてくれてないかもしれないけど。そんなことないです。なんかたまにお便りいただいたりするじゃないですか。はいはい、うん、聞いてくださってるんだなちゃんとって、うんうんうん、思ったりする印象があります。はい、はい、いや、ほんとチャンネル登録もね、そうですよ、増えてる、増えてますから、うん、増えてますし、ありがたいことです、本当に、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。だ、10月10日にやるね、それでもいいかなって思ったんですよね、うん、10月10日空いてますよ私。ここでスケジュール調整をするっていうね、ここでスケジュールを打ち合わせすなって話ですけど、うん、じゃあ10月10日ということにしておきましょう、はい、変更がなければ、うん、このまんま10月10日の9時ということで、はい、はいはい、そうですね、10月10日の9時に、だから2歳おめでとうってことですよね、うん、そうですね、うん、キーレイミーティング2歳2周年記念生配信、はい、10月10日21時からやらせていただきたいと思います。変更がなければ、変更がなければ、はい、もし仮に変更があった場合はまたお知らせします。はい、とても大きいね仕事が入ってきちゃうかもしれないから、うん、お互いね、そうですね、そう、そしたらもうしょうがないから、しょうがないそれは、うん、そう、しょうがないから、はい、じゃあまた SNS 等でお知らせしたいと思います。はいはい、先輩の CD と私の CD もぜひお家でね聞いていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。テレワークの時にぜひ交互に聞いていただくと眠くならないかなと思うので、はい、交互に聞くともうメンタルがどんな気持ちで、情緒が不安定になりますよ。情緒が保てなくなるから、はいはい、1枚ずつ聞くのがいいと思いますよ。はい、聞いていただければなと思います、はい、よろしくお願いします。キーレイジャズ、キーレイミーティングでは皆様からのサポートを受け付けております。今後の活動資金として使わせていただいております。ベースのキーレイジャズショップのページからキーレイミーティング活動支援をクリックしていただくと、お値段によってグッズをお届けさせていただきます。ぜひご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。すべての質問やお便り、話してほしい内容などはkireymtg@gmail.com で受け付けております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のお相手はピアニストの成田玲、ベースの桜でした。それでは皆様、ごきげんよう。